CH-53K キングスタリオン CH-53K はシコルスキーエアクラフト社が CH-53E をベースに開発した大型輸送ヘリコプター。愛称はキングスタリオン。CH-53E は1981年からアメリカ海兵隊、アメリカ海軍で運用されてきたが、老朽化のため2009年から順次退役が始まった。その後継として HLR 計画で配備が決まったのが CH-53K である。当初は CH-53E を近代化改修で起動し、延伸する案が出ていたが、飛行時間あたりに要するコストと整備時間が初期の数倍に膨れ上がっていた問題の解決にはつながらないことから採用は見送られ、代わりに CH-53E の大規模発展系を新造することが決定した。これに際し、シコルスキーの下請け契約先として、GKN、エドコーポレーション、ロックウェルコリンズ、サンミナ、スピリットエアロシステムの5社が開発に加わることが発表された。主な改良点としてが挙げられる。2018年には、初期作戦能力の獲得が予定されている。作戦配備後は小型ヘリコプターの UH-1Y ベノム、中型ティルトローターのメガボルト -22、P オスプレイとともに大型輸送ヘリコプターとして配備される。ありがとうございます。